え皆さん、こんにちは。レックス人講師の根本です。えー、今回、ファイナル編1回目から4回目に対するまあ公開、質問会、説明会というのをしていきたいと思います。えー、ものとしては、皆さんに問題番号を指摘して,てもらう。そういう意味で私が問題を見てこ、こ,こういう意味なんだよという形で、あ,ある意味、プチ解説講義をしていくという形をとっていきます。えー、この問題、ちょっと解説をしてほしいという問題があれば、そちらの方、ファイナル編の何回で、第何問のの話かと,といったことをぜひ入力してみてください。 なお、ちょっと、え、概要欄にも入れたんですが、申し訳ない点が2つあります。まず1つ目なんですが、その問題自体の解説はいたしますが、これがこうだったらどうなりますかといったような問題から発生するものについては、ちょっと回答をしかねます。また、え、こちらの方ですが、え、え、え、こちらの方、場合によっては、その、え、ごめんなさい。あと質問に関しては、とりあえず、まずは1回、え、お一人様1回でお願いします。もし、え、こちらの方、大体皆様で質問されて、 もうほとんど質問はないかなとなりましたら、じゃあ2巡目どうぞという形でやっていきますが、えー、同じ人の連続投稿を防ぐために、お一人様1回という形でお願いします。また、こちらの方の質問会ですが、申し訳ないんですが、卓一になります。卓一です。ごめんなさい。期日については申し訳ないんですが、申し訳ないんですが、今回、この質問会の対象からは外させていただいております。こちらの方は告知物の方にも出ている通りになりますが、卓一だけという形になっています。 申し訳ございませんが、よろしくお願いします。では、行きましょうか。えっと、まずは、のりにさん、先生、こんにちは、こんにちは。2回21問の A について、D の持ち分は3分の1から増えているので、あなたの持ち分を取得したと言えるから、そこに対して重症名はいらないんですがあなた、新しい持ち分を取得したときには必要だと理解していたんですが、ということで、2回21問目の A。 えっと、住所証明が必要なときは、所有権の保存、所有権の移転、新たに登記名義人が登場する、所有権の構成。この三つです。保存、移転、新たな登記名義が登場する構成。この三つ、どれについても、新たに登記名義人が生まれている登記なんです。名義人が生まれる登記 名義人が生まれる登記のタイミングで実在しているかどうかの確認をする。これが住所証明の趣旨になります。ご指摘の問題の絵。ご指摘の問題の絵の方ですが、これはもう一旦二分の一、2分の一と登記されている。その状況から持ち分を増やそうとしています。 これはもう名義人としては登場しているので、名義人としては登場しているので、住所証明は必要です。なのでこれ、新しく持ち物にいた時に必要だと。そういうふうな理解ではなく、新しく名義が登場した時は必要だと。そのように、ここは理解するようにしてください。 では次は、サナさん。ファイナル編2回、3のをを説明してください。えー、訴訟において、当事者間に争いの事実関係を認定するには、当事者が証拠を提出しなければならないが、裁判所の職権による証拠すれば原則で禁止されているところ、当事者の争いの事実は、主要事実のみを指し、間接事実は含まれないと。 使用事実について食い違いがあれば、証拠による証明が必要です。実は、それだけじゃなくて、間接事実や補助事実について、お互いの意見が一致しない。お互いの意見が一致しない。お金を渡したかどうか争いになった。で、原告側の方は、いや、お前あの日から金回り、え、もお前あの日から、うん、金丸はいいじゃないか。キャバクラばっかり通ってんだろ。5月3日、と4日、キャバクラ行ってんだろ、と。 って言ったら、言ってねえよとっていうふうに言い放ってきたと。このキャバクラ行ったかどうかっていう事実は、お金を受け取ったかどうかを推測させる間接事実です。で、その間接事実について、お互いで意見の一致がなければ、これは証拠による証明が必要になります。この証拠を間接証拠って言うんですね。間接事実に対する証拠で、間接証拠って言います。 第3定図における事実は使用事実、間接事実を問わずで、ね、第1定図、第2定図における事実は使用事実のみということですかその通りです。第1定図、第2定図については、これ使用事実のみが対象で、第3に関しては、すべての事実が対象と考えておくといいと思います。おこんさん、先生、こんにちは、こんにちは。宮田さん。 ごめんなさいちょっと、えー、ごめんなさいキーツの方はごめんちょっと今回、えー、対象外なので申し訳ございませんちょっと、えー、回答できません申し訳ございませんカフさんファイナル編4回商業登記三33問のあ「あ、ね」4回ね4回 33問の、あですね。ああ、さすがにこれ全部の問題について事前準備をしてませんので、あの、ちょっと言われて、問題を読んで、どう説明するか考えて答えますので、ちょっと若干、タイムちょつをお時間いただきますんで、その点ご了承ください。44の、3の、あ。九州合併消滅会社、九州合併存存会社の特別試 消滅が存続の特別支配である場合において、存続が合併客の承きは、存続が省略したときは、合併の変更動機には、九州合併存続した株主名簿を使用することができる。この、で、えっと、株主名簿の問題でよろしいでしょうかはい。 で、略式手続きというのは、結局十分の木を握っていれば、握られてる方については決議がいらないというものですよね。今回のこの問題で言うと、消滅会社、存続会社があって、消滅会社が A、存続会社が B で、 消滅が存続の株の十分の9を握っている。で、十分の9握っているのであれば、存続の方で決議をやる意味がない。存続の方で合併しましょうかと言ったら、この A の方が OK 出して、OK 出して通るに決まってるじゃないかと。じゃ、この時は、こちら株主総会議事録じゃなくて、取締役会議事録。 をつければ通ることになります。で、その際には、略式だっていうことを立証する必要があります。存続会社の株主名簿。ここを見れば、誰が株主か載ってるし、どんだけ持ってるかっていうのも載っています。株主名簿を見れば、誰が株主かがわかるだけではなく、え、これ、どれだけ株式を持っているかっていうのもわかります。 ですので、それを見れば、こちら、十分の九を握っている、十分の九を握っていることがわかるので、この株主名簿で、十分の九の要件が立証できます。なんで株主名簿を添付することができる、丸足となっております。次は、サンサンフラワーさん。 ファイナル編4回15問のう。ファイナル編4回15問のう。ファイナル編4回15問の はい。内容は確認しました。食卓できると思いますが、これ官庁が一番利益な場合じゃなくて、えっと、エ権者が官庁が長釣れば OK でしょうか。もちろん、現実問題で官庁が1位になる場合しかないと思いますが、ご指,ご指摘のとおりで、ね、こちらの方については、まあ、現実、いわゆる住宅金融広庫とかが、あのー、3番手になってしまっていて、1番、2番が民間金融、1番、2番民間金融で、住宅金融広庫がその後上になるという場合がほとんどだと思いますが、こちらの先例なりの文献のものを見る限りは、 こちらの方は、どの順番になったとしても、こちらの方は食卓ができるというふうになると考えられます。考え方としては、こちら、詩人、えっと、艦長が当事者になる、官長が当事者になる投きで、官長側が権利者、官長側が義務者といったところがあると思います。承諾を持ってやるのか、それともどええ、こちらえ、あったと思いますが、あのあたりのところとリンクさせてください。官長が権利者、官長が義務者。 その場合に、ね、どういう要件できたかと、それぞれ違ったと思いますので、そこと合わせて読んでみてください。